Peggy 12.旧跡にし放浪の旅に出て2年、ついに異星文明の追撃部隊に見つかってしまったのです。激しい戦闘で白鯨の指揮官も大破、航行能力を失った白鯨は未知の惑星の重力につかまり船体を崩壊させながら墜落していきました。人類最後の一人を仲間に迎えた私たちは、この未開の惑星ミラで生きていく決意を固めました。